寒い。そらまあ冬やし、もうすぐクリスマスだね。そりゃまあ12月だし。12月、そういえば去年はクリスマスデートをしましたね。クリスマスデート？はい、去年は勇者部で遊園地のイルミネーションを見に行ったんです。ああ、ツリーなどを飾る。あ、ヨシコさんはご実家の関係でクリスマスはお祝いしない決まりとかですか？なんと素晴らしき思想でしょう。いえ、特にそういった決まりはありません。父は宗教的なこだわりが少ない人でしたから。二人ともやればやったで楽しむのに、思い出したように葛藤を醸し出すんだから。今年はどういう予定を立てる？またみんなでどっか行きたいよな。それが今年はクリスマス前に片付けないといけない依頼が来ているようでして。気持ち悪い笑いを浮かべてるわね。一体どんな内容の依頼なのよ？それがさ、クリスマスデートのプランを考えてほしいって言うのよね。年に数件、来るか来ないかの恋愛絡みの依頼がクリスマスに、ですか？クリスマスだからこそよ！リアル女子中学生だからこそ、新鮮な恋愛感が語れるの！でも私たち、これでクリスマス何回目？リアル中学生を名乗るのは気が引けるわ。何言ってんの？この世界なら何年経っても心はピッチピチでしょ？あら、逆ではございません。体は年を取りませんが、精神は成長する仕組みだったような。つまりお肌はピチピチ、頭脳はアダルトってわけね。いえ、そもそも中学生はあんまりピチピチとかいう表現自体しません。とにかく今年はクリスマスに向けてデートプランをピチピチと練るな。クリスマスは恋人たちにとって重要なイベント。依頼主に失敗させたとあっては勇者部の名折れ。ちなみに依頼は付き合って3ヶ月目になる同級生カップルの彼氏さんからだそうです。ああ、気合入ってるんだ。ロマンチックにプレゼントとかも渡したいよね。そのプランって各自で考えて提出するの？それともみんなで一個のアイディアに絞る？ああ、それなら以前に告白プランを考えた時みたく実践と同時進行がいいと思うわ。ということは実際にデートをしてレポートを依頼主に提出すればいいのだろうか？はい、上里ひなた、プランナーに立候補いたします。あ、今回は構成を期すためにプランニングと実演はそれぞれ別の人にやってもらうから。うわっ！なるほど、プランの考案と実行が同じ人だと単に自分が楽しんで終わる危険がありますからね。そんな、それでは私が考えたプランで若葉ちゃんが私以外の誰かとデート？いや、まだ誰がやるとか決めてないし。誰か嘘だと言ってください。これほどの屈辱、上里さん落ち着いて。みんな怖がって壁に張り付いちゃったわよ。しかし、何でしょう、この胸の高鳴りは。私のプラン通りに若葉ちゃんが動く？私は一体どうしてしまったのでしょう。それはそれで見てみたいだなんて。ようこそ盗作の世界へ。とうとうこちらへ来てしまいましたね、ひなたさん。心から歓迎します。厄介な扉開いちゃったよ。じゃあひなたがプランナーで、実行者は若葉と誰か。
相手はおいおい決めるとして、プランが1個だと心もとないから、あと2班くらいだったら私プランナーやりたいです。スイートなデートスミとその子で演出しますぜ。え、和牛のスミです。は、2人ともどういうつもり。銀の考える理想の相引き案をできれば好みで体感してみたい所存であります。行き先がたとえ十中八九イネスだとしても、それがミノさんのスイートであるならぜひ。イネスとは誰も言ってないですよ。もう失礼しちゃうな。あははは。それじゃあ銀のプランで実行者はスミとソノショウってことでいいのね。私、元和潮スミと、え、私、乃木園子元翔で、このお役目、しかと受けたまわりました。ん、え、ほら、ややこしいことするから夏目さんがフリーズしちゃったじゃんよ。これであと、もう一班を決めればいいんだよね。プランナーとやら誰かやりたい人。はい、私やってみたいです。あ、あやちゃん、銀ちゃんが立候補するのを見て私も皆さんのお役に立ちたいと思ったんです。今までの経緯を見てもこの行動、まさに国土あやは天使である。大丈夫あやちゃん。それで実行者には誰を指名するの。私、芽吹さん、それとも両方。なんでその二択なんだよ。アンズ、お前のサンタクロースはタマだろ。タマ子さんも大変ですわね。心中お察し申し上げますわ。デートはミロク先輩とスズメ先輩にお願いしたいと思います。はぁ、ミロクさん、エアコーチャ吹き出さないでよ。6月にウェディング撮影をした時のお二人がとても印象に残ったので、今回もぜひ。おめでとう。二人とも幸せになるんやね。ふつつかなスズメ、ミロク家のユミコをよろしく頼んだわよ。いやこれで組とも決まったわね。どんなデートになるか楽しみだわ。まだだよ、ウタの乃木さんのお相手がまだ。他2組はプラナーの指名だったから、ひなたが指名したらどう。私がですか。ほら、本気でデートするわけじゃないんだから、そんなにビビらない。あんたがやりなさいよ。はあ、なんで部長の私が。そうですね、フーさん、お願いします。うちの若葉ちゃんをくれぐれもお頼み申します。どうかご分を。前回までのお話、クリスマスデートのプランニングを頼まれた勇者部は、吸ったもんだの末に3組のプランナーと実行者を選出しては見たものの、実はその裏で不安に駆られた部長により他にも班が取り決められたりしてまして、さらなるカオスに飲み込まれていくのでした。ま、それは今のところ別のお話ですけど。さてさて皆の衆、師走を混ぜ返すであろうクリスマス用お試しデートの行方やいかに。いい案が出てきませんね。若葉ちゃんと風さん、風さんと若葉ちゃん。あれ、日向さん、デートプランで悩んでるんですか。実はそうなんです。いつもはコースなども自然と頭に浮かぶのですが、自然とって
もしかしていつも若葉さんとデートするとき日向さんがリードを？ええ、なので若葉ちゃんに主導権を握ってもらうとなるとなかなか。でしたら年上の風さんにお任せすれば。あ、いえ、軽く言っちゃいましたけど無理ですね。アンズさんもそう思われますか？風さんは意外と奥手ですものね。何も起こらなそうという点では安心ですが、全く盛り上がらないというのも。また依頼主に報告しにくい結果となりますから、これは難問ですよ。困りました。もうこれはいっそプランという生ぬるいものではなく台本を作ってはどうでしょう。台本ですか？お芝居に用いるような？若葉さんは真面目ですから、あらかじめ決められていれば大胆なことでもやってくれると思うんです。漠然と二人でお茶を飲むという指示より、目を見つめ手を握ると台本にあれば。その通りに実行してくれる。ある意味これは効率的ないい方法ですよ。だってもしそれで素敵なデートになれば。あ、使用した台本をそのまま依頼人に提出できます。さすがですね、アンズさん。早速お芝居のような流れを模索してみましょう。及ばずながら私もお手伝いします。まずは待ち合わせのシーンからですよね。おしゃれした彼女を褒める乃木若葉。セリフです、日向さん。具体的な言葉を書いてあげないと。具体的。今日の君はバラよりも綺麗だ。この花束が霞んでしまうよ、とか。え、若葉さんってそんなこと言ってくれるんですか？くれないんですよ。だから今のは単なる私の願望です。はあ、いいですね。日向さんの願望をどんどん具体化させていきましょう。アンズ？あ、その子先生。願望の具体化だ。ふざけたことを言うもんじゃない。すみません、やっぱりやりすぎですか？バカの逆だ。願望に色をつけ、肉厚にし、ムクムクと膨らませてこその創作。今こそご先祖様が日向先輩の理想形に、いわば完成型となる時なのです。若葉ちゃんが完成型若葉ちゃんに。今誰か私のことよ。普段は寡黙で常識的な若葉ちゃんが、私の手で誰もが夢見る甘やかでいて危険な恋人に。ああ、そんなラブエポンを風さんにぶつけてしまっていいんでしょうか？いいですよね。ためらうな。心のままに突っ走れ。世のため人のため依頼主